2021年度早稲田大学人間科学部英語長文過去問を解説したいと思います。私の解説動画は英単語英文法の知識に自信がない方や知識はあるんだけれども英語長文の特定に結びつかない方向けに解説作成してますので一緒に勉強していきましょう。過去問解説始める前に英語長文読解で押さえるべき3つのポイントについて解説します。1つ目が英文は読まない考える、2つ目が作者問題作成者の意図を汲み取る、3つ目が英文は抽象から具体に進むということです。この3つのポイントを押さえて英語長文取り組むとどんなメリットがあるかというと、時短でコスパよく回答できることや正答率が向上する、それからそもそも英語を読まないので英単語英文法の知識があまりない方でも英語長文で得点することができます。ポイント1つ目、英文は読まない考えるですが、皆さんね、英文は読むものだろうという認識があると思うんですけれども、英文読んでると難しい英単語とか難しい表現に出くわして、そこで考え込んでしまって時間がかかって時間切れという経験ありますよね。なので考えましょうということです。考えるというのは因果関係とか対比関係を用いて英語長文本文の話の展開を類推することを考えるというふうに言っています。二つ目が作者問題作成者の意図を汲み取る。英文読んでると、but とか however とか、逆説の後って作者の主張が聞きやすいですよね。で、そういう作者の主張になっている部分が、設問になりやすいですよね。なので、作者問題作成者の意図、主張を汲み取ることが正答率の向上につながります。3つ目が英文は抽象から具体に進む。第一段落の1文目って結構英単語は難しかったり、表現の抽象度が高くてわからないこと多いですよね。で、最初からわからないので不安になってしまって、不安になりながら英文読み進めるみたいなことあると思うんですけれども、英文というのは同じ話が具体的に繰り返されているだけなんですね。なので同じ段落で言えば後半の方が英文が具体的になっていて理解しやすいと。で、そこを理解することができれば同じ話が繰り返されているだけですから、その段落全体を理解できたということになりますよね。そういう英文の構造というのも一緒に確認していきましょう。攻略手順ですが、もちろんさっきのポイント3つを意識してもらいながら、英文は読みませんので単語をピックアップしていってメインテーマを掴んでいきます。で、その後話の展開を類推していって、類推した話の内容が正しいかどうかを確認します。なのでまずメインテーマを掴むと。で、メインテーマを掴めたら、あとは類推確認、ステップ2、ステップ3、これの繰り返しによって英語長文全体を理解していくという流れになります。私の解説動画もこの攻略手順に基づいて解説を行っていきます。では英語長文本文の方を見ていきますが、さっきも言ったように英文は読みませんので単語をピックアップしていきます。で、ピックアップすべき単語というのは私マーキングしてますので、お手元に過去問がある方は同じ場所マーキングするようにしてください。逆に言うと、マーキングしていない黒文字の英単語というのは英単語の意味がわからなくても問題ないと思います。ここは私も読み流す見流す程度でやっていくので、あくまでもマーキングしている単語、ここを見てメインテーマをつかむ、それから話の展開の類推確認ですね、ステップ1からステップ3をやっていきましょうということです。で、あとマーキングする場所の基準ですけれども、新しい情報とか作者の主張とか名詞、こういうところをマーキングしていきたいですね。逆に言うと、もうすでに出てきた話とか分かっている情報というのはマーキングする必要がないですね。だってもうすでに分かっているんだから。あくまでも新しい情報とか作者の主張をつかむために単語をピックアップ、マーキングしているんだということです。では早速見ていきましょう。はい、最初ですね。はい、ニュージャージー。はい、ニュージャージー州。アメリカですね。ニュージャージー州が出てきました。これ名詞ですから、マーキングですね。It has become the second state in America after California. カリフォルニアの2番目だと言ってますね。はい、何が2番目なのかというと、はい、to adopt a law that requires schools to teach about LGBT。はい、LGBT 出てきましたね。だから、LGBT を学校で教えることになって、2番目の州がニュージャージー州なんだということですね。まあ今回もこれステップはメインテーマ、おそらく LGBT でしょうね。はい、これはメインテーマにね、直近ね、なりやすいんじゃないでしょうか。で、その次見ていきましょう。で、その次ですね。はい、グラバナー、フィリさんっていうのかな。はい、人が出てきましたと。で、この人何者かというと、その後ですね、不以降です。はい、promise to promote equality for gay and transgender people ということで、まあこれつまり LGBT ですね。はい、LGBT を推進している人ですね。はい、推進している人になります。で、またね、LGBT、ゲイとかトランスジェンダーという、まあ、LGBT 系のワードが出てきたということは、ね、これ同じような意味の単語が何度も繰り返されるということは、それは作者の主張とか、ね、メインテーマに近い重要だから何度も出てきてるわけですよ。だからこのゲイ&トランスジェンダーピーポーというところを見た瞬間に、あ、やっぱりこれ、ね、今回メインテーマ LGBT で間違いないなと。こういうふうに確信を持っていいんじゃないでしょうか。はい。で、次ですね。で、また人をね、また出てきていて、この子は12歳でトランスジェンダーの子供だということで出てきて、まあ当然、
サポート、そうですね。当然、ね、さっきの、ね、プロモートね、トランスジェンダープロモートしてるところをサポート、自分もトランスジェンダーなのが当然賛成でしょうね、ということですね。LGBT 推進に賛成でしょうということです。で、まあ、この後はもういいと思いますよ。同じような話の繰り返しになってますということです。はい。で、その次ですね。まあ、ここら辺もだ同じ話の正直繰り返しなんですよね。だから学校にその LGBT の考え方を取り入れましたよとね。ゲイ&トランスジェンダーね。starting in the next school year ということで取り入れましたよと。で、the bill also has required ビルっていうのは、すでに出てきて、sign the, あ、ビルは人のためじゃないですね。はい。sign the bill ということで、まあ、契約というかね、サインをしましたよと。requires ね、teaching about contributions of people who are disabled ということで。だから、障害者においても、こういうなんかね、LGBT と同じように教育をする必要があるんじゃないか、障害者についての教育っていうのもする必要があるんじゃないかみたいなことをこれ言ってる。これは障害者は新しくね、 LGBT とまた障害者とまた違いますから、はい、で新しい情報としてここはマーキングしておいた方がいいでしょうということですね。でその次ですね、 The law does not apply to private school ということで、ただし私立の学校ではこういうことはね、つまり LGBT とかね、障害者についての勉強っていうのはされてないですよと。まあ、法律がね、適用されてないですよということですね。で、その次です。はい。で、まあ、そういう、まあ、Readers of Civil Rights and Advocates Groups said the law will give students a、ね、そういう LGBT とか教えることによって Full History of the United States ね。まあ、アメリカのその全体の歴史っていうのを生徒に教えることができますよねと。で、その結果、がさらに具体化されていて、How diverse American history truly is and how they can be a part of it one day ということで、まあ非常にアメリカっていうのは、まあ、LGBT も含めて、障害者も含めて多様なんだよと。ね、多様な人種を受け入れていきた、ね、国なんだよ。で、そういうことを学校で勉強することが LGBT とか通してできますよねと。で、いつかそういうね、多様性の社会の中の自分も一員になっているんだと。そういうふうな教育をすることができますよねということで、これ締めくくられてますということです。それでは14番ですね、設問から解いていきましょう。はい、設問ですけれども、これは、はい、LGBT が、はい、ね、法律として取り入れられているのは何箇所、何州でしたかということでしたけども、これはいいですよね。B2 ですね。だって、セカンドステート、これ来てますからね。つまり今取り入れられているのはカリフォルニアとニュージャージー州、この2つになってくるということですね。はい。それから15番、設問ですけども、どれが正解かということですけども、はい。LGBT ね、これを教えることによって、A、B、C、これはいずれもね、推進というか、教えられるますね。多様性とかもそうですね。公平性、インクルージョンもそうですよね。はい、ということです。なので、これ D ですね。All of the above が正解になってくるということです。それから16番ですね。はい。LGBT History Important ということですけれども、これもどれが正解かというと、これ A、B、C、いずれも正解ですね。はい。LGBT のね、歴史を教えることによって生徒たちが身につくね、もの挙げられてました。ABC いずれも当てはまっていますから、これも D All of the Above が正解になってくるということです。はい、次の英語長文見ていきましょう。Humans couldn't always easily produceF and V sounds ということですけれども、はい、F とか V とか発音本来人間ではできないみたいなことを言ってますね。あ、そうなんだってことですね。我々はでもできますよね。はい。そうですね。The reason we can now enjoy world's bright flavor and, effervescence っていうのかな。はい。言ってますね。つまり、これは F と V を含んだワードとして、これ、具体化として出てきているわけですよね。これは当然作者の意図はいいですよね。ここにフレーバーとか出してきてる意味ね。はい。で、当然今は、はい。Now、今はできますよね。フレーバー、F の発音できる。だけど、昔はできなかった。これ、過去と現在のここで対比が起きていることに皆さんちゃんと気づいてますかということです。はい。Now とか、こういう時代、ね、今とか過去とか、そういうものを表す単語は必ずね、よく注意しておいた方がいいです。だから、ここもマーキングしてもいいくらいですね。ここね。マーキングしてないですけど、私。はい。してもいいと思いますね、ということです。
だから過去はできなかったけど今はできる、こういう話に今なってきてますかね。でさらに見ていくと、はい、to the ways change to the ancestral human diet and the introduction of soft food、 つまりこれ食べるものが変わったことによって F とか V とかっていう発音ができるように今はなったっていうことですね。はい、こういう情報が書かれているわけです。でさらに alternated the way we buy、ね、噛む方法が変わったと、より具体化されてますね。つまり柔らかいものを食べるようになったから噛み方が変わった、それによって F とか V とか発音できるようになった、今こういう流れになっているということですね。ここはちゃんと頭使って情報を整理してくださいということです。はい、でいうことは逆に言うと、昔っていうのはどういう食べ物を食べてたかというと、硬い食べ物を食べてたんでしょうね。なんてところも、これ、ステップに話の展開の類推することはできますよね。はい。で、ここの類推というのは、過去と現在の今、対比関係を使った類推をしてますよということです。はい。で、ステップは、これメインテーマはいいですね。もうこれだけ F と V、ね、この、つまり、発音の話が来てますから、これがおそらくメインテーマになってくるんでしょうねということです。はい。で、次の段落行きましょう。で、次の段落、今度は M と A が出てきてるんですね。だから、この発音っていうのはもしかしたら難しいのかもしれないですね。で、ここら辺がちょっと難しいかなと思います。はい。なので、まあ、この辺はすっ飛ばしてもらって全然構いませんというところです。で、その次ですね。remained unchanged since oral species immersed the3、はい、1、10、100、1000万、10万、はい、30万年も昔から我々の発音っていうのは、はい、変わってないですよって言ってますね。あれってことですよ、これ。おかしくないですよ。だって変わってるんでしょ、ここ。第一段落が変わってますっていう話ですよね。F とか V とかっていう発音ができなかったのができるようになったと思いっきり変わってるじゃないですか。あれってことですよ。これでバッとか来るわけですね。このつまり逆説の後に、ほら、やっぱり、challenging this long-held assumption、 つまり長年当然とされてきた、変わってないと、我々の発音っていうのは昔から、遠い昔から変わってないと当たり前にされてきたものがやっぱりチャレンジ、つまり変わったとね、まあ異議を唱えられたということをこれ言ってるわけです。そうですよ、じゃなきゃおかしいですよね。これ段落1の説明がつかないですからね。だからあくまでも変わったと、これがメインテーマね、作者の主張ですからね。はい、ということになります。で、この後人が出てきますね。はい、ダミアンさんという人ですかね。はい、この人っていうのが、まあ、研究をね、リサーチで、ね、研究をしている人。当然何の研究をしているかって言ったら、これ、F と V の発音についてですよ。だって今これがメインテーマなんだから。はい、メインテーマについての当然研究ですね。were only recently introduced into human って言ってますから、はい、これ、直近で変わったって言ってますね。はい、直近で変わったと。まあ、なんで変わったのかは皆さんいいですよね。思い出してください、第一弾の子。英文っていうのは同じ話の繰り返しだから、ちゃんとこういうところ思い出しておいてくださいね。はい。当然、食べ物が変わって、噛み方が変わったから発音が F と V できるようになったわけですからね。ここのちゃんとね、下り、話の下り覚えておいてください。思い出しておいてくださいということです。はい。で、そうやって見ていくと、はい。Emerging as a side effect of agricultural revolution。あ、ここをマーキングしてもよかったですね。はい。マーキングし忘れてました。新しい情報ですね、これ。はい。Agricultural revolution。つまり農業革命が起こったことによって、で、この変化というつまり F と V の発音というのが生まれ始めたということですね。はい。で、These sounds which are now present in vast majority、 そうです。だから今は普通にされてますよと。だけれども、what linguists call revolution、ここら辺わかんないね。Sounds produced by、はい、pressing our upper teeth to our lower lip。はい。そうですね。皆さんも F の発音してみてください。F って、アッパーティース、上の歯を下の唇につけて発音しますよね。だから、こういう発音の仕方が、アグリカルチャルレボリューション。つまり、農業が起こって、食べ物が柔らかくなる。そうですよ。だって、野菜とかって柔らかいですよね、食べ物して。ね、柔らかいものを食べて、発音変わったということですね。はい。で、次の段落行きましょう。で、around、はい、8000年前あたりから、はい、as humans、transition from、meat eating lifestyles to agriculture、ほらね、8000年前ぐらいから、昔はずっと肉食べてた。肉っていうのは、
硬い食べ物ですね。ステップ、段落1のところでね、類推してましたけれども、そうですね。やっぱり昔のは硬い食べ物を食べてた。だから F とか V とかっていう発音ができなかった。だけれども、はい、アグリカルチャーに変わって食べ物が野菜とか柔らかくなった。だから F とか V とかね、上の歯が下の唇に当たるようになって、ね、破損ができるようになったということですよ。これソフト。これも同じ話の繰り返しですよね。第一段落と。はい。で、もともとはね、H on H bite。ね、これがだから、ミート時代ですね。昔の時代。だったのが、アグリカルチャルヒューマンっていうのは、はい、オーバーバイト。つまり、これオーバーバイトも言い換えですね。つまり、上の歯が下の唇に当たった。だからちょっとこう、出っ歯みたいになったというわけですよ。はい。ね。それによって F とか、V とかいう発音ができるようになったと。で、with the upper teeth。これも、だから同じこと繰り返しですよね。もう同じ話の繰り返しです。まあ一応マーキングしてますけど、まあしなくてもいいかな。同じ話の繰り返しなんでねっていう感じです。はい。まあそんなのが2500年ぐらい前からね、始まりましたっていうことを言っています。はい。じゃあ17番から見ていきましょう。17番ですもどれが正解でしょうかというと、当然これは17番は A ですよ ね。何がね、発音に影響を与えたか散々やりましたね。つまり、eating habit ね、肉食から草食ね、に変わったことを言っていたわけですよね。はい。で、18番ですね。It has a new study characterized the history of human speech sound ということですけれども、これは human speech sound っていうのは進化しつつ変わり続けているわけですよね。だからこれ A ですね。Evolving が正解ですということで、間違ってもアンチェンジではないですよねということで、はい、変わってるっていうのが今メインテーマなんだからね。これ間違えちゃまずいですと。で、19番の質問ですね。For change, let new human speech sound ということですけれども、はい、何がヒューマンね、サウンドをヒューマンスピーチサウンド変えたかっていうと、これも、まあ、17番の質問とほぼ同じですよね。これも A ですね。アグリカルチャルライフスタイル。だから、ね、肉食から草食に変わったからですよね。はい。という形です。はい、以上になります。お疲れ様でした。もう一度ね、赤本手に入れて、まさらかこも自分だけで解けるかどうか確認してみてください。勉強というのは、他人の思考プロセスを自分のものにするものですので、解説動画と同じ考え方、動き方ができるように、もう一度自分の頭にすり込むようにしておいてください。それから、他の大学の過去問に関しても、再生リストの方に大学別にまとめてます。もしよろしければ、そちらもご覧ください。はい、それでは以上になります。